皆さんは、ご存知だろうか。アナザーゴッド・ハーデス。ハーデスは2013年12月に生まれ、2019年12月にこの世を去りました。7年間の間に、諭吉が次々に襲われるという事件が、全国各地で発生しました。一度味を占めると癖になる、ハーデスを引くために、諭吉が根こそぎ吸い込まれていたようです。そしてゴッド揃いの、脳汁を絞り出す、悪質な演出が、世間を震撼させました。惜しまれつつ消えたハーデス。ありがとうハーデス。さようならハーデス。ブラボーカジノ、という無料のスマホゲームがございまして、多分会社は、台湾なんですが。ハーデスじゃないよね。おかしいな。ハーデスなんか、ハーデスか、じゃあ違うか。このカジノ初めて、速攻でハデス行くと、コイント分で注意です。
海外アプリなので、課金は絶対におすすめしません。名前はカジノですが、1円も換金できません。興味がある人がいれば、序盤のコインの増やし方動画作ります。